神風型駆逐艦の旗風だぞ。ちなみに、艦首的には先輩に当たるが、主に護衛任務に従事して、華々しき戦果がなかったばかりか、神風のように最後まで戦い抜くことも叶わんかった、還暦だ。ふむ、私としては、いささか残念ではあるな。お主が指揮官か。ふむふむ。これ、情けない顔を晒すでないぞ。私は第五駆逐隊の旗風。ちなみに、これからは先輩として面倒を見てやるから、覚悟してくれ。時間を守ること。指揮官としては基本中の基本だ。ちなみに、お主がここまで頑張ってきたことを鑑みて、少し褒めてやらなくもないぞ。ちなみに、私の最初の名前は、第9号駆逐艦だ。まあ、名前の付け方はそのまま踏襲されなくてよかったな。松風はどうも、姉妹艦たる私たちを気遣っていないと気が済まないようだが、どう応じればいいのか、時々悩まされるな。サボる気なら諦めな。ちなみに、仕事はまだ結構残っているぞ。神風、指揮官をからかうのはいい加減にせんかい。対空は大事だ。ちなみに、油断の代償はお主が思っているより、ずっと重いぞ。今の根性を他のところに使えば、まだ評価してやらんでもなかったんだがな。才ある者は多く働く。未完了の任務をほったらかすことはあるまい。おお、任務報酬、予想より多いとはな。新しいメールを確認するのだぞ。ちなみに、ここにも一通あるからな。出撃ご苦労。お茶でも飲んで、戦術レベルでの振り返りをするんだぞ。他の子からの評価が下がる前に、早く自らの非を認識したまえ。指揮官に気があるなら、先輩として人間関係についてアドバイスしてやらんこともないんだぞ。性格が異なる仲間には、それぞれ違う接し方をするのだ。変わり身が早いのではなく、人間関係をうまくする処世術だぞ。そうだな。このお守りを持っていくといい。人間関係もうまくいく。だが、注意することだ。相手を傷つける行動をしたら、罰が当たるからな。悩みなら言ってみたまえ。こう見えても、年長者としての経験で解決してきたことは多い。そもそも、お主との仲だ。隠すことも、何もなかろう。報酬を受け取る前に、苦労した仲間たちをねぎらうのを忘れるでないぞ。私なんぞのためにそこまでせんでも、いや、感謝するぞ。今さら熟慮などいらん。それぞれの役割を果たせば、戦に勝てる。行くぞ。勝利は勝利だ。虚職も賛辞もいらぬな。時代には、追いつけていないようだな。私の番ね。